皆さんこんばんは、ヒロピーです。今日は2017年3月30日木曜日、時刻は午後8時59分です。今、首都高5号線池袋線走ってます。今日はですね、どこに行くかっていうと、ちょっと久々に内通しようかなと思って、あと元ブログも撮らなきゃなと思って、これからですね、若洲海浜公園に、行こうかと思っております。今日なんかね、ドギーライダーさんからさっき仕事帰りに LINE が来てて、なんかほもほもしい集会が開かれるっていうお話なんで、ほもほもしい集会ってなんだろうと思ってちょっと怖いもの見たさで行ってみようかと思ってます。若洲海浜公園ね、ほもほもしい集会はさることながらですね最近ね、ホゲホゲライダーさんとか、あと、早起きライダーさん、グッドラックライダーさん、元ブロガーさんたちが皆さん協力して、赤洲海浜公園とか、あとエバグリの、ゴミ拾い掃除清掃活動を行っているツイートを皆さんも多分見られるかとは思うんですけど、本当にねゴミがよく落ちてるんですよ。行くとゴミぐらいね、ゴミ箱があるんだから、ゴミぐらいちゃんと捨てていくぐらい、そんな簡単なことぐらいしましょうよっていう感じなんですよね。本当にそういう簡単なことができない人っていうのはね、ちょっと人間としてどうだろうなっていうふうにいつも思ったわけですよ。この間一人でね、ちょっとふらっと若洲に行った時も、なんかパンのゴミくずだとか、飲み物のパックだとかが落ちてたんですよ。拾ってゴミ箱にポイしました。本当にねありえないありえない、こうやって元ブロガーさんや、あとライダーさんが協力し合ってゴミを拾って清掃活動をしてるっていうのをもし目にしてるんだったら、少しね考えてほしいなと思います。これは本当にお願いしますっていう感じですね。じゃないとね、エバグリみたいにまた若洲も封鎖だなんだ、ね、ゴミだけじゃなくてね、やっぱり騒音ですよね。バイクにね、旧車とか、まあ旧車だけじゃないんですけどね、バイクに乗るのはいいですけど、やっぱり公共の場ですからね、やっぱり節度あるライダーであってほしいなっていうふうに思います。本当ね、東京の夜景って綺麗ですな。ビル群、ビル群、夜のビル群とか高層ビル群とかの間をこう首都高で縫ってこういろいろこう走ってるわけじゃないですか。だから本当にところによってとか場所によっては本当にビルの真ん前をこう走ってるっていうこともありますからね。なんかよくこういうのを作ったなーってちょっと感心するところもありますね。わあ、やっぱ綺麗だな、東京都会だなやっぱこういうところ走って思うんですけど、やっぱ自分田舎者だなやっぱね、こういうところ走ると都会ってすげえなーとか思っちゃうんですよね。これから羽田方面か、まあ、湾岸線の方ですよね、抜けていくわけですけども、タイヤ交換をして、まあ、だいぶちょっと走って、まあ、いわゆる公道で使
うあたりまでは、まあ、だいぶ皮むきはできたんですけど、なんかやっぱりタイヤの元の性能がいいのか、いやーまあ本当よく曲がる曲がるっていうか、いやこれが本当のディスペケの本来の走りなのかなっていう感じもしました。あと走ってて思ったのが、やっぱりそのタイヤがまだ温まってない時と温まってからのその差っていうんですかね、フィーリングの違いっていうのがなんとなく分かるようになってきました。やっぱり温まった時のこのバンクをした時とかの、ま、食らいつきとか粘りっていうかグリップしてる感はやっぱすごいなって思いました。でこれがS21 になった日にはもっとすげえんだろうなとか思ったんですけど、自分のレベルだったらまだ S20 でもう十分だなと思いました。まあ、そんなにね上手くもないし危険だな、危ないな、急いでるのは分かるけど、もうちょっとね穏やかに行きましょうよ。あ、くせえ、あ、臭いなここ結構やっぱり老朽化してますね、こうやって見ると。でもなんかこの辺の感じ、電気をつけたスペースマウンテンの中みたいな感じで面白いな。いや面白くないか一人で何言ってるのって感じですけどさあもう少しでレインボーブリッジに入りますね。でモノレールだ。モノレール乗ってる時に湾岸線見えるんですけど、湾岸線しとこうか、見えるんですけど、やっぱりねモノレールと並走してる車とか見ると、うわあそこ走りてーとか思っちゃったりするんですよ。まあ、車乗ってた時もまあ首都高とか走ってたことはあるんですけど、やっぱりねこの箱周りのこのあれがない状態でこうやって直にこう走ってるっていう、この風を受けて走ってで景色をもう本当にもう何の視界の邪魔するものもなく走ってるっていうのは、やっぱバイクでしか味わえないんだなこれがレインボーブリッジテンション上がりすぎだっつうんだねさあレインボーブリッジです。レインボーブリッジ封鎖しないでくださいすげえ。いやーいいなー、綺麗。あーなんのコンビーフ、あーじゃない、コンビナートコンビーフじゃねえよすげえ。で観覧車が見えるけど、あ、観覧車、フジテレビですね。ああ、いいな、やっぱ夜のお台場も綺麗だな。と言ってる間にもう着いてしまったんで降りますね。